どうもどうも。ちょっと待って、来た。どうも久しぶり。途切れた。何が。こんばんは。風が強くてガンガン。そう、今さっきチンチコチンが終わりました。みんな見てくれました？ありがとうございます。本当でね、そう、前からチンチコチンで家にあるアクセサリーとかを持ってくるっていう企画をしたんですけど、それで今手元にネックレスとかがめちゃめちゃあるので、前からねネックレス紹介してほしいとかいう声をねたくさんいただいていたので、ちょっと今ここにあるので紹介していきたいと思います。さっき紹介できなかった分。そうだね、そう、帽子とか、帽子をね紹介してたね。帽子もあるよ、ここ。メガネもある。紹介していきたいと思います。みんな見て。ちょっと待って、ね絡まっちゃうからねジップロックに入れたの。雷が鳴ってて怖い。本当ですか？雷鳴ってるの。帽子全然似合ってた。どういうことだ、帽子全然似合ってたっていや、どうやって紹介していこう。まずこれ、これはね、東京で買った気がする。今日の化粧バリバリ可愛い。本当、やった。本当嬉しい。ちょっとね、いつもと違う。お花ありがとう。今の見た？これ、まあ言うて今日ジップロックに入れたんですけど。2個目、まあこれは前よくつけてた。これ、これはチョーカーですね。はい、ハートありがとうございます。今日かやって、おい今日だよそう、絡まっててね、頑張って撮った。全部次。これついていけてる？みんな見えてる？なんて書いてあるの？フェイスって書いてあります。私の好きなブランドの名前かな。そう、フェイスってとこが好き。はい、パズル。こんな感じ、パズル。これはね、11月ぐらいに買った気がする。はい、今もう3つ紹介しましたよ。あ、なんかこれに、これにパンパンに入ってます。ああ、でもなんかねまだあるんですよ。本当は全部シルバーだね、ほぼほぼ。可愛いケースやん。やった、今日の誕生日です。見れてよかった、ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。ハートありがとう、いっぱいありがとうございます。はい、次全部紹介しますね。じゃあ、あっちが全部シルバーだな、これ。本当ジップロックだけでさこんなあるんだよ、やばいよね。はい、これはね結構ねお気に入りでつけてました。えなちゃんだ、やっほー。これをつけてた、覚えてる。これえなちゃん見たことある？やあ、やっほー。今日はね、あ、ちょっとテロップ変えよう。はい、
これねお気に入り結構でもなんかいっぱいネックレスを持ってるんですけど一番お気に入りなのをなくしまして私そうでこれを今つけてます結構好きアクセサリーってシルバーが基本なとこありません？そうかな？え、待って待ってやばい衝撃なんだけどいや別に特に何でも何もなかったんですけどリップが手についてたってこと925ん？どういうことだゴールドないゴールドはねいや本当にねないんですよあのファンの人にもらったのあるよゴールドあんまつけないなゴールドほい次これこれ2連になってる鍵となんか十字架みたいなこんな感じですちょっと長くなっちゃうこれめちゃめちゃ長くなっちゃうえこんなにあるけどさ紹介するあーこれはちょっとねすごいこれははいこれみんな知ってるでしょ雲これはね去年のね夏ぐらいにあのつけてて初めてチンチコチン行った時もえ出させていただいた時もこれつけててなんかファンの人もつけてるみたいな10キロぐらいありそうこれ重いよあーどうしようどうしようくもハートありがとう嬉しいですこれもねこれはこれねどこで買ったか覚えてないなこれはねでもいつ買ったか覚えてますこれは普通にこうやってるとこれこれもねチョーカーみたいなここにこうやってつけるやつですこれはりょうはさんとね初めて応援実況したときにつけた次まだあるんかいっていやこれはね SK 入る前の夏 SK 入る前が入った時が秋だから入る前の夏にお気に入りでよくつけてたネックレスちっちゃいの短い鍵ですただのです今は1,2,3,4,5,6,7,8,9 今9個鍵多くない？なんかね好きなんだと思うなんかファンの人にもらったのとかいっぱいあるこれもねもらったこうやってつけますマジで私のあのさハートのどこやどこに行ったんだ私のハートのネックレスははい次かわいいでしょこれはいちょっと適当に行くね適当に行くちょっとねやばくなっちゃうこれもねファンの人にもらった。何？なんて読むのこれ。え、わかんないけど。わかんないけどそのブランド？ブランド名かなそれ。みんなが売ってくれてるやつ。これ重い。鎖とかは鎖？これ鎖やばいちょっと待って磁石でくっついちゃった
とただいま迷子になっております。あ、鎖ってこっち？こっち？こっちかな。お花ありがとうございます。こっちのことかな。これも持ってます。これなんだろう。あ、めっちゃかわいい。ありがとうございます。楽しい、これ見てて。ユーリテッセン、そうだよ。あ、なんかね、これのピアス持ってるし、これファンの人にもらったやつだ。見せますね。ちょっと待って、手にかけた方がね、全体的にごつい、ごついのが好きです。でもね、ファンの人にもらったけど、私も持ってたんですよね、もともと。だから2個ある。これね、めっちゃつけてたな、 SK 入る前だから高 2?1? 高1か高2ぐらい、めっちゃつけてた。これオパール、めっちゃ懐かしい。このブランドオパールだよね。これだいたいオパールかフェイスかってとこです。ですで、これかぶりそうって思うかなかなか。でも最近ね、そんなにあんまね買ってないからね、かぶらないかも。これもかわいいでしょ。チョーカーです。あ、これももらった、ファンの人に。これもファンの人にもらった。ファンの人めっちゃくれるんですよ、私が好きなの知ってて。本当に嬉しい。これももらった、ありがとうございます。本当に。あ、これももらった。これ可愛い系でしょ。で、あとこれ、これめっちゃ可愛いんだよ。なんかね、本当はね、ちょっとね、ライター入れるやつなんだけど入ってないです。めっちゃ可愛くない？これマジ一目惚れして買った。大人になったらね、かっこいいよね、こういうのつけてたら。いや、マジで可愛いよこれ。ちょっとね、やばくない？これ本当に可愛くない？モテ王、ありがとうございます。ライターね、一回ね、ちょっと入れてみようと思って家にあったライター入れたけど入んなくて、入れてない。てな感じで、ちょっと待って、戻すね。戻すからちょっと待って。もうライター使うことないよ。なんで？ライター使わないの、今の時代。何使うのじゃ。何か使え、うん、私はライターしか入れません。だから、早く大人になりたい。ちょっと待ってね、片付けてます。なんかみんないっぱいありがとう、嬉しいです。で、この袋は、この箱は終わり。いや、帽子がちょっとね、私の邪魔をしてくる。あ、あった。まだね、ちょっといろいろな、これファンの人にもらったね、ネックレス、光るんだよこれ、すごくない？いや、まだね、あるんよ、まだあるんだよね、それが。いや、マジで好きで本当にね、買いすぎってぐらい。あー、これ懐かしい。これね、中3かな、なんか本当に中学とかから本当にネックレス好きで買いまくってたから、これね、めっちゃお気に入りだったな。ずっとつけてたもんな、夏一生つけてたのかな、チョーカー。あ、カチューシャとか、あ、カチューシャはね、ここらへんよ。
ごついちょうかどこのブランド、これどこだっけ、これごついちょうかって、なんかごついちょうかありすぎてちょっとわかんない、待って待って待って、何本もつけば買えなくね、つけんわはい、置いとこ、いや、これもあるな、こういう、ああこういうのもあります。待って、懐かしいこのサングラス、ちょっと待ってね、絡まってます、ただいま、うわ懐かしい、これあーいいね、やっぱこれちょっとしばなんかずっと使ってなかったけど改めてつけると可愛いですね。そう欲しいんですよ今ボード、これ懐かしいでしょ、よくねつけてた昔、あシルバーあった、チョーカー、いやここはねなんかピアスが多いですね、切れるかな、ま、バズのあの格好でそのサングラスかけてほしかった、こんばんは、そういうサングラスかけてる場合、え、なんかわかんないけど、んちょっとやめとすけるの、これピアス、あーブレスレット、ピアス開いてるよ、好きなパンは何ですか、焼きそばパンですか、焼きそばパンも好きだけど違います、あーこれ見てピアス、これさきさんとりょうはさんにもらったピアスをこれをこの中に入れてあります、あこれもお気に入りです、かわいい、指輪紹介まだしてないです、いやこれも可愛いでしょ、眼鏡にこれってチェーンついてる、なんかすごいな、あこれはなんか体につけるベルトあこれはベルト、全部で指輪状態でいん、頼のまい、赤と復興服で握手お願いします、考えておきますあーこれすごい懐かしい、なんかこういうのもある、ずっとジャラジャラしてる、そうね楽しいこういうの、いやちょっと可愛くないこれ、ボディーチェーン的な、なんかねなんていうんだろう、こうやってつけるねやつ、アクセフル装備したら重そうね、絶対重いよね、耳でさ重いんだから重いよね、ピアスとか重いもんね、あなんかピアスがいっぱい入ってる、プリキュア、指輪向こう置いてきちゃった、指輪は指輪の箱があって、あちょっと指入ってるだろ、たまに甘いの出してくれ、本当？あプリキュアプリキュアなんかねつけようと思ってね買った、あとは帽子とかかな、以上私のアクセ紹介でした、これ可愛いんだよな、なんかつけてないまだ、可愛いこれ、あこれファンの人にもらったシナモンのネックレス、こんな売ってるんだね、すごいね、
お片付け、お片付けです。もう閉まんなくなっちゃったな、これどうやって入れるんだ、閉まんないです、これ諦めます、開けてしまいます。いや、まだまだあるってどういうこと。あー、ちょっとここ、メガネ久しぶりにショールームやったな。あー、ちょっとこれいいじゃん、ピンク可愛くない、これめっちゃ好きだった。ちゃんとお片付けしなくていいのか、あの後でします、配信終わったら。絡まるのが嫌だからね、やってるだけだよ、全然几帳面とかじゃなくて。これ可愛いよね、これちょっと。でも流行遅れなのかな、すごい可愛い、可愛いですね、これ。なんでそういった、なんかね、サングラスをね、いつかな、中学校ぐらいの時にめっちゃ集めてて、めっちゃ持ってるんですよ、サングラス。なんでも似合う、本当ですか、ありがとうございます。全然そんなことないんですけど、全然そんなことないんですけど、これさっきつけてたやつかな、姫たんの時。そうだね、これかわいいよね、このとかサングラスかけて、かけてないです、本当これです、このままこのまま歩きます。かわいいね、これでも。なんかよくアクセサリーとかなくしちゃうからね、本当にちゃんとしないとって思う。帽子もあるよ、ここ。逆にいつサングラス使う、普通になんかね使わなくても買っちゃうよね。この帽子かぶったら出かけたことあるかな、わかんない。コンタクト、コンタクトカラコンつけてます。帽子似合う、本当、やった。ボサボサになっちゃうんだよね、で帽子。なんかあるかな、なんもないわ今。帽子ね、ちょっとね、いっぱいあるよ今。ふわふわのね、親戚みたいな、こういうのとかも持ってるけどね、あんま被らんな、ボサボサになっちゃった。これは？ほら。これも被ったことないな、夏っぽいね、これ。アフターキミちゃん、お疲れ様、ありがとうございます。似合う、やった、ありがとうございます。かわいい、やった。ちょっとどう、これなんで買ったんだろう。まあまだね、何個かあります。楽しいですね、こういうお話するのって。本当にどこ行ったんだろう、私のあのネックレス。落としたのかな、何コーデだろう、わかんない。さっきのジャラジャラ感が嘘のよね、いつ買ったんだろう、これ 2,3 年前かな、なんで買ったんだろう、一回もかけたことないんだけど。ノリよね、最近これ買った帽子。可愛いんだよ、かぶってないけど。これも可愛い、これも守ってる、これね、ちょっと最近買ったの、本当に可愛い。
指輪持ってこればよかった。でもなんかネックレスが一番あるかも。でも帽子ってあんまかぶんないけどさ、日焼けしたくないからかぶろうかなって思ってる。あ、最後にこれをね紹介します。取れません。でもなんか最近なんか T シャツだとめちゃめちゃあれネックレスつけたくなるけど、なんか冬ってトレーナーとか着るじゃないですか。そうするとこう埋もれちゃうから、超過ばっかつけちゃうから、最近あんまつけてなかったけどつけようと思う。キミちゃんが好む男性ファッションは？キミちゃんが好む男性ファッション、どうだろう。インスタには全身コーデ乗っけてほしい。ね、乗っけたいんだよ、乗っけたいんだけど、ちょっとなんか出かけなすぎて、しかも出かけるときって本当に近所のスーパーレベルだから、なんか本当にスキニーとかで行っちゃう。最近のふわふわの服装に似合うネックレスやみたいな。私ふわふわの服装でも全然ごついネックレスつけるタイプの人間なんで、すよね。仕事がつなぎですか、ですがいいですかね。つなぎいいですね。男性のファッション、好きなファッション、好きなファッションだっけ忘れちゃった。なんだろうね、なんかさシンプルが一番じゃない。でもなんかシンプルな服着てるのが一番いいと思う。このどうなんだろうね。でもさ冬とかは長いあれ長いさコートとかさ着たらどうですか。着たらいいんじゃないでしょうか。それだと生誕 T か。なんかもう一個メガネあった。前女の子とご飯行った時に車に帽子忘れてったんだけど、すごいふわふわでびっくりした。どんなの、こういう帽子なのかな。私がさっき持ってたあれかな、ニット帽かな。すごいね、いいね、車に乗せてってあげたんだ。じゃあやさおじゃないか。はい、ガチャガチャしないように気をつけます。いや別にガチャガチャしてもいいんだよ。あのね、ガチャガチャしておしゃれな、おしゃれじゃん。ガチャガチャしてんのもおしゃれじゃん。自分が好きな服をね着るのが一番。いや迷ったら普通になんか GU とかユニクロとかの服を着たらいいんじゃないですか。T シャツいろんなデザイン作ってね、 T シャツとか作りたい、洋服とかめちゃめちゃ作りたいな。そう言ってるんですよ最近、よく作りたいって。自分が好きな服か。夏でしょ。夏はなんか普通に、まあ、普通にズボンじゃないですか、長ズボンに。どうだろうね、夏って難しいね。 T シャツでいいんじゃないですか。なんか変に、なんかベストとか着ちゃうなら T シャツ1枚の方がいいと思う。この前マスクサクッと作れて惚れたわよ。やった、なんかね、新しいマスク作ったよ。そう作った、また違うの今度ね、どっか載せようって思って。握手会ったファッションチェック、あいいですよ、来てください。T シャツジーパンというシンプルスタイル。 T シャツ、そのさ T シャツって言うじゃないですか。 T シャツって言っても種類がめちゃめちゃあるじゃないですか。だからさ、その T シャツにもよると思わない？だってさ、なんかやばいほどおしゃれな T シャツがあるじゃんか、普通にね。あれじゃない、なんかさ、別に自分の好きな服を着ればいいと思うんだけど、なんかさ謎にさ2枚重ねになってる服みたいなあるじゃん、たまに。そういうのが着なきゃいいんじゃない、知らんけど。
え、今日の T シャツめっちゃ可愛い。見せないけど、まあ、仕事着、仕事着で行くことに、仕事着ね、いいじゃん仕事着。 T シャツは奥深いね、いっぱいあるからね。うん、毛沢東 T シャツとか、毛沢東 T シャツおしゃれだよ別に、着方に。なんかさ、まあ簡単、簡単じゃない、まあ、まあいい感じの服着たらいいんですよ。だって別にさ、この T シャツ見てどうすんのじゃ見てどうすんのこの T シャツを。しっかり仕事着なんかだって、スーツとかかな、スーツでいいですよね、いいと思う。見えない見せてない。まあ画用紙もあるしペンもあるし、こう何でもあるわ。ちんちこちんやったから。え、普通の T シャツ着てるだけですよ、かわいい。バンド T シャツいいね、バンド T シャツとかおしゃれじゃない。普通に猫描いてるだけだよ。こういう猫がいっぱい描いてあるです。メリージェニーです。もうブランドも言っちゃったって。足元チェックする、足元チェックするかな。こんな生誕っておしゃれに行きたい。おしゃれな生誕っていうね、来年はね作ろうと思います。じゃあ今年みたいなのやめます今年ってかやばいよな、今年目とかさつけちゃってさ、髪伸びたってか増えた。あのね、今日巻いてるのすごいすごい巻き方ちょっとやったらなんかさ、すごい増えてるように見えちゃう。何の話したっけ、忘れちゃったもん。生誕ティーか、今年の生誕ティーかっこいい本当。友達にねあげた厚底じゃない靴持ってる。え、でも私基本本当に厚底しか買わないっていうか、厚底しか履かないし、最近買った靴も全部厚底だし、厚底しか履かないのかな。持ってるけどなんかなんだろうね、中学ぐらいの時にすごいスニーカー好きでめちゃめちゃ買ってたんですよ、スニーカーを。めちゃめちゃって言っても5足4足とか3足だけど、それをしか持ってないかも。サンダル、サンダルもね厚底サンダルも厚底なんだよね。 T シャツ全体キミちゃんの顔がいい、それ着れますスニーカー欲しいね。ファンの人にもらったレッスンシューズとか、レッスンシューズでもらった靴を普通に散歩とかの時に履いてるでもさ、いざっていう時にさ困るよね、厚底しかないと。困ったもんこの前。そう、ハマるとね買っちゃうのいっぱい。こんばんは、こんばんは。足のサイズ 23.5 だよ平均。初めて来ました、ありがとうございます。おひさ、おひさ、逃げるとき走れない。私ね厚底でめちゃめちゃ速く走れるからね、本当に。私めちゃめちゃ速く厚底で走れるから。赤堀、赤ポリか、どうもどうもこんばんは、こんばんは。下ろしてないスニーカー2足もある、いいな。スニーカー、スニーカーいいよね、足ぐきってならない。いやなんかね、なるけど全然ね大丈夫。あ、足首がね柔らかいのかもしれない。めちゃめちゃ足くじく私。なんかね、ほんと厚底ね、ほんとにね走れるようになった。駅の階段ね慣れちゃった。
深いな、人生にくじけなければいいの。きみちゃんこんばんは、今来てありがとう。こんばんは。でもそろそろ終わるかもしれん。公園も厚底みたい。公園のね靴、なんか厚底か、公園の靴のはね厚底かな、わかんないな。セーターンティー売り切れが早すぎて手に入らなかった。お家にね何枚かもらった。うちで友達が欲しいっつうからあげた。なんか着てた、友達写真送ってきた、着て。着てるって。インヒールの靴踊りにくそう、踊りにくいのかな。でもなんか公園とかはそんな踊りにくい靴はない気がするな。あるかな。だって K2 は踊りやすいでしょ。 E 出たことないからわかんないけど、どうなんだろうね。 S のね中曲がね高い。わかんないわかんない。ナイキのエアマックスのサンダル、いいねいいねいいね。オカピさんありがとう。青川で踊りやすいよ。な気がする。鉄菜はユニットじゃない？ユニットな気がするな。鉄菜ユニット次第。アメピとかじゃない、高いの。あれバーコードしかやったことないから、バーコードそんな激しくないからね、わかんない。でもツアーのユニットで履いた靴はたまにめちゃめちゃ厚底の時がある。ひみちゃんのパフォーマンス早く見たい。おおですね、早く再開するといい。持てよ。これ何なんだろう、いっぱい。ありがとうございます。何これ。標語みたいなやつ。ね、公演早くやりたいね。できるのかな、そろそろ。あ、さっき書いた。まだまだ厳しい。そうなの？厳しいの？なんか書こう。君へフォント。ツイッターとかにあげてほしい。何が？何が？ツイッター。あのこれ私のアットマークなんで。見えないか、ここじゃ見える見える、これ そういうことではない。ステンシル帳、わかりません何ですかそれ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。最近フォローしました。やった、ありがとうございます。
ダメだダメだ、失敗した。何書こう、どういう字、どういう、なんて書いてほしい。なんかちょっと書きをさ、文字をください。プロフィールやっぱ変えた方がいいよ、字書くのが得意ですって。やっほー、違うって。みんなジャパニーズ送ってくるやん。イングリッシュがいい。ポエムない。ポエムないよ。ジャパニーズって書くよ。つかない。あ、間違えた。なんかでも私このかこれ書くときだけ持ち方がおかしくなるんだよ。え、全然書けない、どうしよう。こういうときだけ書けないんだけど、どうする。やばい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 、名前があった今。ソーシャルディスタンス、はじめまして、ハロー。え、すごい書きにくいねこれ。あ、こうしたらいいのか。無理だ無理だ。君へ is the best。 ちょっと待ってね。君は椅子だで終わっちゃった。ところで何してん、ちょっと絵を描いてます。あ、ハロー。すごい読めないでしょ。読めないとこがいいんです。負けないで。ありがとう。グリーンティー。お茶？読めません、ごめんなさい。なんとなくわかる。おお、やった。なんかでもめっちゃ楽しいんで、こういうの好きなんですよ。お茶の仕事待ってる。キミちゃんは静岡でナンバーワン英語で、そんなの書いちゃう英語で難しいね。ちょっとどうやって書けばいいんだ。数字とかねめっちゃ好き。あ、ちょぎきたの書くんじゃん。ちょ無理だよこんな難しい。 SK48 書くじゃん。え、うまく書けない。ちょっと待って、ちょっと待ってください。うまく書けないんだけど、なんで。こんばんは。私はアクセサリーじゃない。もうちょっとテロップ変えるね。はい。SK。 もうやだ。寿司食いたい、寿司食いたい。フェイス。あ、私のサイン書くね、じゃあこれ。
サイン。次のアルバムのタイトルロゴを書いてください。ジャパニーズアイドル。サイン欲しい。いいサイン。本当やった、やったやった。そう、このね、なんかこういう感じ書くのが、ね、好き。でもね、ジャパニーズティーめっちゃお茶薄やん。書けるかな、ジャパニーズティー。無理した、どうしよう。エコパのサインボール。そう、君アクホリとかならね、多分ね一瞬で描けるよ。いくよ。エナちゃんも多分描ける。ほら。SKE はね、48が難しいんだよね。右、佐野。どこに描こう。そう、SKE を描ける。チーム S。 なんかね、得意これだけ、これしかできないで、私。でも簡単なローマ字しか書けない。あ、ABC 書ける。ここに書きますね、ちっちゃく。EF。 あ、無理だ、無理だ。これはね、ちょっとね、ボールペンの方がいいな。こんなん何してんだ私。ちょっといっぱい紙あるな。あー、だるまいっぱい、ありがとうございます。 Thank you Thank you。 間違えちゃった、ロゴ。 Thank you 書けないわ。 Thank you Thank you とか合ってんのかな、わかんない。特技ほんとプロフィールに書かない。かわいい、ありがとう。あ、ちょっと天球のあれくれた、やった。今がちょっと書いてます。イエイイエイ。天球音符ありがとう。これ実は料理するの後ろに止まっちゃった。尊い、ありがとうございます。お花もありがとうございます。お花でもやっぱ自分の名前を一番書いてるだけあって、自分の名前が一番うまく書けると思う。iPad Pro 買おうね。でもね、もう靴買っちゃったから買えないんですよ私何も。そのモバイルメール取ってくれてる方ならわかると思うんですけど、一生通販悩んでてついに買ってしまったんですよ。ハートありがとうございます。
ハートありがとうございます。ハート、ハートって合ってるかなこれ。大きな愛。PC 買っちゃえ、もう何でも買っちゃえ、何でも買っちゃえ、後で後悔したらいいんだ。お絵かき配信懐かしい、本当懐かしいね。もう1時間ぐらいやってるんだ私。1時間でやめよ。イケアで爆買いした、いいじゃん、最高だよ爆買い。アットマークが好き、書くの。じゃあ私の、私のあれ書いてきますね、みんなフォローしてね、書いた、フォローしてくださいね。あーハートいっぱいありがとうございます、嬉しい。もうそろそろやめようかな、癖の強いアットマークね、癖強いね。フォローって合ってるかなこれ、フォローミーアットマークの書き方。ペンダント作ってほしい、いらんやろ。マジで刺繍を、できるかな、刺繍マジでできないんですよ、めっちゃ頑張ってるのにね、一生できない刺繍。かわいい、ありがとうございます。30分でやめますね、あと5分。で特殊な記名の文字、手縫いでやってるよ。あ、間違えちゃった、途中で小文字になっちゃった、おい終わり。小文字になっちゃったから終わり。じゃあ最後に一個だけ書こう、どうしようかな。ちょっと待ってね、やりすぎこれ、アフター配信か、ちょっとうまく書けなかった、どうしよう、もう一回書こう。やっぱ勢いで書いた方がいけるかも。 Thank you。 はいはい、また今度書きますね。じゃあどっかモアメで送ろうじゃん、いっぱい書いて。じゃあ本当に今日はありがとうございました、また書くね。じゃあ長い時間ありがとうございます、バイバイ。壇上1位から
13位の方ありがとうございます。ありがとうみんな、バイバイ。今日はありがとうみんな、外出しないんだよ。バイバイ、ありがとうございました。バイバーイ。